ですね、最近聞いた話で、道具屋さんにも通ってるんで、その道具屋さんから聞いたんですけど、子供の時にね、三重に住んでたらしくて、でおばあちゃん家が近くにあったんですよ。おじいちゃんおばあちゃんの家が近くにあって、それが、海辺の近い家で、でそこに通ってたんですけど、なぜ通ってたかって言ったら、その人の家は漫画が禁止やったんですよ、うん、でジャンプとか古いジャンプとかですけど、そういう少年誌が、その親戚のおじさんがまだそこに暮らしてたんで、その人が漫画好きで、その本を読みに行くためにそこに通ってたの。でその漫画がある部屋っていうのは2階にあるらしいんですけど、で2階に行って、その親戚のおじさんの部屋で漫画を読んでたんです。それじゃあいつも後から分かったんですけど、その低気圧、すごい低気圧が来て、その雨が降る前、これは後から法則が分かったんですけど、その時になったら、その押し入れから三河万歳って分かります？何ですかね、多分愛知とかの方で伝わってる踊りなんですよ。めでたい時とかに踊る扇子とか持って、その古い2人、おじいさんが2人出てくるんですって。で押し入れから出てきて、めでたい踊りをするんですよ。でそれ子供の時やから、それがもうはっきり見えてるから、何やろこの人らってずっと思ってたらしいんですよ。で多分子供やからよく分かんなくて、隣のに住んでる人なのか、その2階に居候してる人なのか分からなくて、ずっと漫画読んで無視してたんですって。で読み終わって、終わるじゃないですか。それじゃあその雨がドバーって降ってくるんですって。それじゃ消えるんです、その人が押し入れに帰ってくるんですよ。で最初は気になってなかったんですけど、なんかおかしいなと思って、おばあちゃんに何回か聞いたんですって。上におる、たまに出てくる、押し入れから出てくるあの人ら誰なんって言って聞くんですが、はあ何言ってんのって、なんか無視されるんですって。でのまた雨がない時は出てこないんですよ。でもまたこう低気圧でこうドバーって雨が降る前に、またその2人がめでたい踊りを踊るんですよ。で一回おばあちゃんと2人でこう上がった、2階に上がった時に、その雨が降る、また低気圧が来て雨が降る前に、押し入れから2人が出てきたんです、うん、でその時におばあちゃん、この人らやでって言ったら、見えないんですって、うん、で何のこと言ってんのっていう、隣でずっと踊ってるんですけど、で、あ、これは僕にしか見えてないんやと思って、でそっから怖くなって家に行かなくなったっていう、それだけの話なんですが、雨が降る前に出てくるめでたい踊りを踊る人ら。へー、面白いですね。今なんか聞いてて、そういうのあったようにするよね、なんか。あ、ちっちゃい時ですか。そう、まあ、あんま覚えてないけど、